毎度です、えー。お風呂上がりです、えー。夜食の、えー、シーフードヌードル贅沢ですね。230円も出して買ってしまいました。えー、普段はね、うち自炊で、まああのー、漁師とかね、農家とか、<laughs> あの、親戚にめちゃめちゃ多いもので、いつもいただきもので、だいたい夜ご飯とか、 夕ご飯じゃなくて、まあ、夜中ご飯だね。夜中ご飯は200円以内に抑えてるんですけど、今日は、えー、贅沢ですね。ま、あそんなこんなで、ええー、えー、っとね、簡単な動画をいくつか撮りまして、で、ええー、ちょっと、オルゴールの修理だったんですよ。で、えー、っと、セブンティーズぐらいかな、多分、うん。 えー、なぜかね、外国の方だったんですけど、ま、あのー、日本製で、で、日本の動揺が入っててですね、えー、まあ、オーバーホールというか、まあ、分解掃除ですね。分解掃除して、で、目がこう、オルゴールがぐるぐる回ると、針金がこうなって、それをがこういう風に、あのー、動いて、で、目がこう、こう、ギョロッギョロッギョロッギョロとこう、こう、 なるんですけど、そこの部分がグリスがいっぱいで、そこも綺麗に掃除して、で、グリスではなく、あの、シリコンをたっぷり塗って、で、動くようになったんですけど、あのー、まあ、この動画が <laughs> YouTube に出てるということはですね、えぇ、ー、あれですね、あの、動画の編集がま、できたかどうか、あのー、パソコンに、えー、っと、 ソフトを入れて、で、動画編集っていうのをずっと今までいろいろ教わって試してたんですけど、まあ、これがまたできないですね。メカに関しては私、超音痴でですね、えー、特にパソコンに関してはスーパー音痴で、もう二十何年パソコン使ってますけど、ネットを見て、えー、楽しんで、まあ、ここ十年ぐらいにやっと写真を取り入れて、で、 えー、ホームページはまだできないけど、ヤフーショッピングとかヤフーオークションに商品を載せることは、うん、できるんですけど、動画の編集がね、なかなかできなくて。そしたら、なんだっけ今、買った iPhone13 の、ああ、これか。<laughs> 今、撮っちゃってるだあのー、なんかね、12万円ぐらい出して買わされたんですけど、 あの、細かいジュエリーとかの写真撮るのはこれがいいですよっつって、買わされたのが iPhone 13の緑のやつで、それが、あさってに宣伝されますよっつって、テレビで放映されますよっつって、あーじゃあ俺は新型を無駄な金額で買わされたのかなと思ったら、その動画編集のソフトも、アプリも、ええ、その、この、この中に入っていると。で、 まあ、あのー、難しい操作はないので、ということで。で、YouTube でその、乗ってるんですね。こうやるんですよ、ああやるんですよっていうのが、iPhone 13に入っている、な、なんだっけな、ムービー、なんだか、なんだかムービー忘れちゃったけど。それでね、あのー、動画編集ができるっていうことでですね。あのー、あのね、いろんな、 視聴者というか、知り合いに言われるんですけど、無駄な話が多すぎて、あの、お前の動画はすぐ、あの、脱線するから、こう、飛ばし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 見なきゃダメなんだよね、つって、忙しい人には、あの、お前の動画は不向きだと、言われまして、じゃあちょっと、いらない部分をこう、カットできるように、編集できるようになればいいね、っていうことで、えー、で、今日、 日曜日でね、暇で、えー、昼起きて、で、えー、今の今まで、今、ちょうど、えー、夜中の2時ですね。えー、ちょうど昼飯、あ、違う、夕飯ですね。うん、あの、夜中飯の時間なんですけど。で、やっと、えー、3つぐらいの動画を1つに今まとめて、で、この今喋ってるやつも動画にまとめて、できたら YouTube に、 あげようと思いますんで、えー、<laughs> うご期待ということで、ほんとメカオンチなんだよね。メカオンチというか、あの、自動車工学とかはね、あのー、高校の頃に、えー、一応学んで、ちゃんとエンジンの、バラしと組み立てはね、やって、なんだっけな、当時は510ブルだったっけな。あのー、バラして組み立てて、なんつって、やって、で、電気工学もね、あのー、なんだっけ。 えー、電気工学と工業数理を、えー、なんだ、選択。3年生になると選択授業があってね。で、数一、数二はもう、あのー、すごく、どこにも誰にも負けないぐらいに、高校の頃は得意だった。ノートを取ったことがないですよ、数学は。で、まあ僕だけ特別だったんですよ。お前はノート提出は、まあいいや、みたいな。 あの、いつも満点だったんで。で、だいたい、まあ、期末中間なんかも10分ぐらいでできて、ほぼほぼ満点だったんで、あの、数学には自信あったんだけど、違う数学をやりたいということで、高校3年生に数学を選ばなかったんですね。工業数理を選んで、あの、な,なんつうのかな。いろんな歯車のこの負荷の、その力とか、えー、こう、引っ張りとか、剪断とか、そういう数値のね、えー、 高校になって勉強に行って、お前大学行けばみたいな言われてるんですけど、いやーちょっとうち、ね、あの、そんな余裕ないんですよね、つってで。まあ飯がただな、あのー、コックの道へとなぜかこうふらふらっとこう、行ってしまったんですけどね。うん。でまあ膝と腰をやられてしまって、なぜか今はこういう腸金関係とか、あ,あと時計の修理屋さんとかね。 えー、電池交換屋さんとか、まあ、あの、アンティークなものばっかいじってますけどね。うん。まあ、そんなで、えー、動画の編集が、まあ、できたら、おなぐさみということで、今後は、あの、無駄な <laughs> 話を、あのー、はぶると。うん。はしょっていけたらいいかなと。で、なんていうのかな。あのー、気象転結で、これをこういじってこうなったよっていう、 その過程を作りたいんですけど、毎回毎回、その、なんだ、例えば車とか、そのジュエリーとか、時計とか、そういうとこ、ろ写真、写真じゃなくて、写真や動画を撮って、一つ YouTube アップ。で、もう一回今度はべしゃりで、え、YouTube アップっていうのが、まどろっこしいと。あの、ま、知り合いに言わせるとね。うん、ま、視聴してる人は、ま、今、千、 1500人くらいか。前はね、電子タバコやってたときは5000人くらいいたんだけど、一気に電子タバコがこうヒューっとこうなったんで、人数もヒューってなったんで、最近 Google からの、あのー、ね、あれがなくなって、なくなったりとか、うん、まあ、たまに復活したりとか、うん、してますけども、まあ、そんなこんなでですね、えー、っと、まあ、ちょっとできるようになったんで、 少しずつ、うん、まどろっこしい、その脇道にそれるとか、うん、そういう無駄まだしとか、それからあと、無言がや、やけに続くとか、<laughs> あの、そういうのがなくなって、まあ、見やすい動画になるんじゃないかなと、え物を撮って、べしゃりを撮って、物を撮ってべしゃりを撮って,取って,取ってで、一つの、えー、動画にまとめるということができそうなんですけど、いかんせん、今日、十、十何時間いじくって、 ま、途中飯食ったり、お客様お相手したりとか、えー、なんだかんだで。いやー、動画の編集はね、時間かかるからね。あの、慣れるまで。うん。今日初めてやって、十、十五時間ぐらいかかってますけど、十四時間ぐらいかかってますけど、あの、いろいろやりながらね。あの <laughs>、ま、そんなこんなで。えーっと、ね、今回はオルゴールの修理をやってみた、え動画を、編集してみた。 という動画でした。じゃあねー。